はい、こんにちは、山城と申します。さあ、新年がやってまいりましたよということでね、そうなるとうちのチャンネルで何が起こるかといったら、もう恒例企画とね、していこうという感じでね、フォーマット特集っていうのはね、やっていこうというわけでございますね。私もね、まあ、やっぱ大手さんね、とかがね、早く、いち早く、クリスマス終わってからね、早速も広告を出してきて、くれてます。ね、地元のスーパーはまだちょっと出てないところも結構多いんで、もしかしたら、どっかで落下かもしれませんけど、とりあえず、資料のね、あるところからね、早速見ていこうと思います。前回ね、実はこの、恵方巻きシリーズが結構累計再生数が良かったんですよね。そうですね、うちの人は珍しく、100再生超えてるね、動画も出てますということなんで、まあ一応人気シリーズにというふうにね、いう感じでね、やっていきたいなということでございます。で、まず最初はね、コンビニのね、大手4社さんから見ていこうと思います。で、前回のね、シリーズの時にも、ガッというとちょっと話してるんで、そこのところちょっと簡単に言っておきますけど、今回4つ目の企画としてやってます。三重県四日市市を中心に、この北中西地域ですね、に、店舗のあるスーパーマーケットとかを中心に、見ていこうという、企画になってます。まあね、ツッコミが入れるところだとするとね、ですからコンビニも今から4社やりますけど、デイリー山崎が入ってない。お前何やっとるんやとね、デイリー山崎をね、向けにするのかというね、言われそうなんですけど、デイリー山崎が、この、地域にないんですよね。実は出店していないんで、それで、省いてますよといったような感じです。余裕があったらそういったところとかもやっていこうかなと思ってますけど、いかんせん、スーパーマーケットだけでもね、20社近くあるんで、おそらくもうこれをやってる間に余白の締め切りがやってきてしまいますんでね、そういう感じになってますので、ちょっとそのあたりはね、ご容赦いただければと思いますということでございます。で、まずは、ファミリーマートが見てた方がよさそうかなということなんで、とりあえずね、第1弾は、ファミリーマートの恵方巻きを、見ていこうと思います。で、今回基本的に、こっちのね、画面の方ちょっと切り替えていきますけど、よいしょ。ガーシ。はい、ということでね、画面切り替えてきましたけどね、まあ、こんな感じで、すでにね、データを取ってありますんで、このデータをね、ちょっと見ながら、ちらりと、ひらりと、こっちの方でね、こっそりと、実物のね、これがある場合は、これを出して、で、引用、PDF のデータとかがあったら、概要欄に、リンクを貼っておきますんで、そちらからね、皆さんも、カタログを見てもらった方がいいのかなというような、こういう形でね、ちょっとやっていこうかなと思います。データをね、ちょっとじっくりと見てみたいなということでございますね。ということで、今回の、シリーズでいくと、まずドンと、表に来ているのが、ダブルですね。こっちが、なんだ。肉山監修ってことで、肉山監修肉肉恵方巻きってことで、これはね、前回もありましたよね、肉肉恵方巻きって。あ、ちなみに、今回から、去年のね、データも取ってあるんで、去年のデータもね、こんな感じで、こんな感じで、今、わかるかな、端のところが2023、2024に変わってると思うんですけど、こんな感じで、切り替えて去年のデータとね、見比べながらやっていくと思うんで、やっていくと思います。で、肉山のやつが、どんと来てますよということなんですけど、一応ね、両 A 面みたいになっておって、一応こっちが一番ってなってるんで、こっちをフラグシップにしてるかなってことで、今回から、七万さんと、組んでやってるってことですね。特上恵方巻きというのがあって、これがね、かなり、お高級な感じになってますけど、どんとフラグシップですね、1480円とかそれね、かなり豪華な感じに仕上がってますよ、ということでございます、ね。で、すいませんね。ちょっと喉の調子が良くないので、ね、7万回収の特上恵方巻き。これが1480円で、これがどうもフラッグシップっていうクラスになってくるのかなってくることでございますね。で、これが、具材もね、がっつりと、穴子、イクラ、卵焼き、エビ、カズノコ、椎茸煮が入って、キュウリ、の7品目ということで、CA4 という形でですね、まあ、典型的かつ、しっかりとした、あれですよね、内容になってるな、ということでございますね。で、イクラはアラスカ産の鮭イクラの醤油漬けで、卵焼きとかもね、本枯れ節だしを、使用した、こだわりの卵焼きということで、あーなんかもこだわってますよ、ということですね。ということで、7番回収ということで、まあまあ、おじさん間違いなしでしょう、ということでございますね。で、今回は1480円ということで、まあちょっとね、お値段は、ちょっと、
しっかりと、してきた感じになってくると思います。多分コンビニの中では結構高い方になってくるんじゃないかな。スーパーだとね、ちょっとすごいのが多分出てきたりするとは思うんですけど、まあおそらくこういう感じになってくるのかなってことでございますね。で、肉、ほうまきは980円という形になってますということですね。で、これは前回とそんなに変わってない、つみみ牛カルビと、キムタレアイが入っているよという形でございまして、このあたりが、プラス100円ですね。去年のデータから見てみると、あ、間違えた。去年のデータから見てみると、888円、だったところから、980円ということなんで、まあ実質100円、約100円値上げという形でございまして、品目数が3から2に減ってるという形になってるんですけど、これはね、ここと、ちょっとそう、様子が違うんですよね。今回からその、あれが入ったんで、これが、7番の方が一番になってますんでね。なんですけど、これね、よく見てみると、こっちが今までキムチとヤンニョム、なんだ、ヤンニョンジャンのタレっていうのが分かれてたんですけど、これを、こういった感じで、キムチのタレ合いっていう形にしてますと。ちなみに使ってるタレ自体は、ヤンニョンジャンのタレで、まあ、去年と、変わってないですね。ということなんですけど、まあ、多分タレだけで1品目にするのはさすがにあれかなということで、こういう形にしたのかなということでございますね。他はちょっとね、でもやっと見てきますけど、全体のところでちょっとね、変わってるところとかもね、あ、次しますんで、次のところを見てみると、次は海鮮、贅沢海鮮恵方巻、ページめくったこっちの方になってますね、という形でございますね。のところの、左上のやつ、贅沢海鮮恵方巻って書いてある、こんな感じのやつがあるんですけど、まあ一応皆様、カタログなりをね、見てもらったらいいかなということでね、進めていきますね。3番の贅沢海鮮ほうむき。これは、ムツワンさん、貝柱とかが入っていたりだとか、ズワイガニのほぐし身、キングサーモン、マグロたたき身、甘エビ、カツノコ、卵焼き、キュウリと、いうことでね。あ、なるほど、なるほど。豪華な感じで、1280円。まあ、7万3よりは、ちょっとお安くなりますけど、なかなか、いい感じの本格海鮮派やな、ということなんですけど、この辺りなんかね、変わりあったから、恵方巻き、ここは海鮮恵方巻きはそんなに変更はなかったんだったっけな。海鮮恵方巻きが、どこだ？あ、でもね、動線が変わってましたね。海鮮恵方巻きが、上位動線に来てるっていう形になってました。ですので、今まではね、恵方巻きとこういった感じで、お値段のあれのやつから、高級なね、やつを下に持ってくっていう、感じの、動線だったところから、フラグシップのところを、1480円の、やつを持ってくる形にして、次の動線も、恵方巻きを持ってくるんじゃなくて、海鮮恵方巻きを持ってくるという形で、本格派、肉系で、さらに海鮮の贅沢系で、一般的なクラシックな恵方巻きをちょっと、動線の回に下げるというような形で、単価確保に、目指してるのかなというところがね、この辺りとかも見えてくるかなというところですね。海鮮恵方巻きが1280円。これは料金は変わっていないかな。1280円。一緒ですね。据え置きの、お値段になっておりますよということなんですけど、品目も8。だんだん品目が増えてるんだ。何が、なんで、ズワイガニ、ホクチミ、マグロ、たたき身、サーモン、卵焼き、キュウリから、去年はこんな感じだったらしいんですけど、ホクチミ、マグロ、たたき身、甘エビとか、カツノコとか入れてる？そうですね。このあたりがちょっと、豪華になってるけど、料金的には1280円ということで、ああ、なるほど。いいじゃないのということでございますね。で、次が海鮮恵方巻きという形でございますね。海鮮恵方巻きはこれは、税込み600円という形でございますと。で、こちらの方は、マグロたたき身にサーモン、卵焼き、キュウリと入ってますよという形でございますね。パッと見てみると、金目がだいぶ、バリアリティが、贅沢海鮮恵方巻きから比べると、少なくなってるかなというところだったりするんですけど、これも、去年が、今年が600円で、去年が、海鮮恵方巻きは500円ということで、これは100円アップになってますね、ということですね。で、サーモン、たたき身、銀鮭スライス、卵焼き、キュウリっていうのは去年だったんですけど、何が変わってる？品目が一つ減ってる。サーモンが、たたき身とスライス、だったのが、サーモンオンリーという形ですね。たたき身の、要は、ネギトロみたいになってるやつを、マグロたたきみたいな感じに、なってたやつを、あれですね、たたき身をなくしても、鮭で、してましたよということですね。まあ、さ、時間的にはそれで変わらないですもんね。という形でございますね。なるほど。
で、海鮮恵方巻き600円。で、さらに恵方巻きが、ここで入ってきます。570円という形になってます。これが、クラシック恵方巻きが、前回は上の方にあったんだよ。これだよな。そうですね。480円から、570円、90円アップという形になりますね。まあまあ、現状が上がらなきゃ上がってきてますからね、ということで。品目なんですけど、ちょっとここはね、メモが入ってるな。恵方巻きは、高野豆腐なしってことで、今年は、見てみると、卵焼き、椎茸に、かんぴょう、アナゴ、キュウリ、大ぶろってことで、6品目になってるんですよね。まあ、恵方巻きって大体七福巻きって言ってるんでね、7品目にすることが多いんですけど、今回6品目になって、それ何が減ってたんかなと思って、チェックしてみたら、去年のデータから見てみると、このあたりが、かんぴょうに、高野豆腐がね、入っておったりしたのが、なくなっているのはということでございますね。なるほどなということでございますね。うん。まあ、あまり好評じゃなかったから、まあ、こっちの方が美味しいでしょうという形なのかなということでございますね。で、500円という形になってますよと言ったところでございますね。で、あとはサラダ恵方巻き。サラダ恵方巻きが、いきました。ですね。450円で入ってますよということで、これは変わりなしかな。450で、前回は390なんで、60円アップはしてますよということですね。卵焼き、香り枠と、ツナマヨネーズ、キュウリという形で、まあ、シンプルな感じに仕上げてますね。去年のやつとなんか変わってるかな品目は。4品目で、卵焼き、香り枠やろ。で、ツナマヨネーズ、そうですね。オニオン入り、一緒ですね。ここはもう品目一緒ですね。390円からこういう風に感じたことでございます。自由でございます。ということでございました。ということでございます。傾向としては、あとはなんだ？ファミリーマートさんは、見栄えとしての特徴としては、まず、今後見てたら多分出てくると思うんですけど、セット販売が一切なしで単品オンリーに仕上げてるっていうのは結構特徴かなというふうに思いました。で、あとは、恵方巻き、高野豆腐なし、そんなところかなということですね。サイズ的には、面白いのは 4.7 と 4.5 があるんですね。恵方巻きと肉山のやつは 4.5K の半径になっておって、他のやつは 4.7 ミリの径になっている。で、基本的には13センチの、ちょっとね、長めのサイズのやつが少し多いのかなという形でございます。この後見てきますけど、スーパーマーケットとかで売られてるのは一般的に18センチのものになってきます。多分、一尺だっけ？三寸？三寸じゃないな。一寸3センチだったっけとかっていう感じなんで、3の倍数にね、なりやすいところなんですけど、13センチという形になってますよということでございますね。で、こっちの方は9センチってことで、一般的にはいわゆるハーフサイズみたいなやつが、海鮮恵方巻きの恵方巻きの方に入って、海鮮恵方巻きではそれを使ってます。あと、サラダ恵方巻きもそうか、にしてやって、ちょっとリーズナブルな感じになってますよ、という形でございますね。肉巻き系は13で仕上げてるんですね。うん。ということですね。そう、前は恵方巻きの、2本セット、恵方巻きも13センチと9センチがあって、9センチは2本巻きセットっていう形を作ってたんですけど、ここは、いわゆる、品目、多分、作業ルーティンの統一化を図ったのかなというところで、作業ラインの方ですね、製造工程の方の多分、セントラル工場で、コンビニエンスストアさんは基本多分セントラルの工場で作ったのをバーッと運ぶんだと思うんですよ。さすがにね、これね、前提でね、寿司巻けって言ったらね、大変なことになっちゃいますんでね。というか、そういう環境がありませんからね、コンビニには。スーパーマーケットは、でもね、スーパーマーケットもだいぶセントラルの、ものを使っていくっていう傾向がこれとはありますけど、でもインストアが、まあ、多い、前提っていう感じになってるところで行くと、セントラルキッチンのところで行くと、おそらくここの工程のところで、その品質管理とかをするときに、1品目、1つのサイズにするっていう形で、工程のね、ミスとかを減らすとか、そういうような狙いもあるのかなといったところとかがありますね。というか、まあ、ハーフの日本セットのね、ちょっとそこのところが、差別化を図る人もこのセットだけあっても、まだちょっと微妙かなというところがあったのかなというところですね。で、こういうふうに書いたのかなというような感じで、まあ、かなり全体的な改善も見られながら、値上げもですね、まあ、そこまでそんな目立つあれじゃなかったですね。ちょっと、他で隠しとかないといけないな。
総合データ見てみると、総合データ見てみると、ファミリーマートさん、こうなりました。後々またね、セブンイレブンさんとかもわーっと入ってきます。っていうか、もうネタ売り力じゃなくて、ちょっと今、告知であるんですけど、最高価格は1480円、で、FOMO価格は570円、最低価格は450円ということですね。で、アイテム数は603ということで、セット販売がなかったという特徴があるのと、アイテム数が6ということで、そこまで増やしてないのかなという感じですね。で、でも一応品目的には、去年のアイテム数から見てみると増えてるのかな。ちょっと去年のアイテム数は、去年のアイテム数も6か。あ、そっか、セット販売があって6だったから、セット販売なくして7万が入ってきて6って形ですね。で、去年のデータを、コンビニで見てみると、あれ、ファミリーマートがこの辺りの、この辺りがコンビニの4社さんですよね。で、あと見てみると、去年が1280円が一番高いです。肉肉が1280円に設定してあるんだっけ。あ、じゃあ、贅沢海鮮恵方巻きですね。贅沢海鮮恵方巻きが、高級志向な感じにしちゃってということだったんですけど、今回7万さんが入ってきたということで、そこの価格のところが、一つ、ワンランク上がってるという形ですね。なんか同じものが単純に値上げしてっていうんじゃなくて、7万のやつに考えてということで、グレードアップを上がっての、値上げなので、こういうのはね、こういう値上げはね、うまいこといくと、非常にいいあれになってくるんですけど、なかなか日本ではね、なかなか、景気回復が、難しいという中でね、なかなかこういったボトムアップを測っていくのが難しい中で、まあ、比較的、その、経済戦略的には、経営戦略的には、成功法が仕上げてきてるなという感じがしますね。で、ちょっと一つ気をつけないといけないのは、ここのところにね、今ね、出てます。これ去年のデータなんで、1月27日になってます。今回、26日の朝の9時までということなんで、ファブリーマートさんの、ね、締め切りがね、朝の9時っていう設定になってるんで、26日のね、夜に予約しとけばいいやと思ってるとね、あおっと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 ということになるんで、ちょっとね、ファブリーマートさん、これだけ、ね、ちょっと気をつけてもらいたいと思います。他のところは基本夜までやってたりとかするところですけど、その辺りもね、全部データベース化をしてね、見ていきますんでね、ぜひあれしてもらいたいと思います。またデータの方ね、リンクの方あったらまた貼っ付けときますね、そちらの方ね、またじっくりと見てもらって、やってもらったらいいんじゃないかなと思います。ということで、とりあえずファブリーマートさんはね、これくらいで、まあ、手始めにね、喋り出してるので、これぐらい入れて言いながら20分喋ってるのが、怖いなと思いながらも、今後ね、決定的に、さらに比較とかが入ってくるんで、他の他社さんの去年のデータ、今年のデータで、今年のデータの去年の比率と、どういう感じだったのかっていう、ライバル感のね、データとかも徹底的にね、やりますんで、任せてください。山田さんね、ほっといたら24時間喋ってる人間なんですからね、どんどんとね、喋ってね、徹底的にデータをね、出していこうと思ってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、この動画をこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。